おはようございます。ジャスト株式会社代表の関正樹です。今回は意思がどう生まれるかっていう話で、実はまだ脳が意識を生むんじゃないかっていう、ちょっとその説によって今話してるんだけど、はい、実はね、僕は実は違う考え方を実はしてるんだけれども、はい、僕は実は意識が脳を作ってると思ってるタイプなんだけど、でもその対立する自分と反対意見の説明を今擁護してるっていう、はい、擁護してるんで思う、はい、まあいいんですけど、はい、どうも脳は複雑系だと、ものすごい複雑で、その複雑で混沌としてると、はい、混沌としているものをこう秩序立てようとする力が働いてるということで、はい、これもちょっと図式化できるんだよね。で、これ混沌のカオスね、はい、カオスの力で秩序立てる、何がいいか、レギュレーション、うん、ないかな、まあ、ハーモネートの方がいいかな。あ、そうですね、ハーモネートの力とするよね、はい、ハーモネートの力っていうのがあって、でこれを秩序立てる力とカオスの力、まあ混沌とさせようとする力が働いてて、はいはい、これ揺れ動いてるんだよね、いつも、はい、うん、常にこう揺れ動いてて、でどうもね、この分岐点で一旦ね、ゼロになる時があるんだよね、はい、分岐点というかこの交差するところでゼロになる、うん、はい、静まっちゃう時があるんだ。これがね 0.1 秒ぐらいあるらしいんだよね。おー、はい、その時にね、でもこうパルス的にこう意識が生まれるらしい、ね、まあ、これ揺れ動くから、はい、うん、もう この力のこの輪が、これ時間軸ね、はい、時間軸でこの力の輪がこの波ね、はい、まあ差と言ってもいいね、うん、だからグロスだからギャップでもいいけど、うん、だから一旦ゼロになる、力が相殺してゼロになるところが、ここが 0.1 秒ぐらい、うん、ここで意識が生まれているんじゃない。おー、はい、分かる、はい、分かります、うん、でもね、まだこの具体的になんでこのゼロ、これ、うん、これで生まれるかってまだ分かんないんだよ、はい、うん、どうもそうらしいよって話だね。なんか分かるよね、夢って混沌としてない、はい、はい、混沌としてるよね、何が何だか分かんないけど、うん、だからこのカオスだけの力がかなり働いてる状態で、夢っていうのは、はい、だからここら